皆さん、はい、中川人のドキュメント、はいはい、編集者、はい、ということで、はい、今回三冠王に興味を持っていただいて、はい、三冠王のはいドキュメンタリーを見ていただいて、はい、ということでよろしいですかね。そうですね、まあ、ドキュメンタリーなりロングインタビューなりというか、はい、要は、加納さんはボクシングに限らず、うん、総合格闘技や、はいはい、いろんな格闘技の皆さんのドキュメントを撮ってるということなんですね。はいはい、そうですね。その中で、はい、まあ、海外の格闘家の方、なんで三冠王を選んでいただいたんですか。そうですね、まあ結局ボクシングと、キックボクシングだけじゃなくてプロレスもやってるっていうところで、今でも現役っていうところはやっぱちょっと独特なところがあると思いますし、で、まあ、私初めて知ったのは正直言ってマサトさんとの戦いの時なんですけど、その辺の話はやっぱちょっと聞いてみたいなと思ってるところはあります。はい、絶対違いますね。はい、はい、プロレスラーは出てないですね。プロレスラーの純粋なプロレスラーは出てないですね、確かにね、はい、それでもなんかプロレスをやってるっていうことも興味の対象だったんですか。そうですね、いや格闘技とプロレスを両方やってるっていうところが興味持ちましたね。どっちかだけというか、はい、ただその格闘家そして、K-1 ならば結果を残せていなかったということで、三冠王自身、面白い存在のはずなんですけど、はい、現状では、ちょっと地味な存在で、はいはいはい、協会なので、はい、それについては加納さんどう思ってらっしゃいますか。もちろんその今大人気で、今現在大人気で、今名前が知られててっていう人を取材した方が数字が伸びるとかそういうのはもちろん分かってるんですけど、僕個人としてはそのむしろその知られてないけど面白いよって人を発掘して、みんなに見てほしいという気持ちがあるんですよ。じゃあお金にはならないかもしれないですけど、そういう問題じゃねえんだと。もうみんな知ってる人は別に俺が取材しなくても、まあ、もうみんな知ってんだろうみたいな感じで。それはそうです。加納さんに、取材をしていただくことで、はい、今後参加者がメジャーになるっていうふうに思ってもらいますか。そんな力はないです。私を取材していただくということは、はいはい、今いるメジャーの人、はい、まあ、加納さん自身がおっしゃった、K-1 で言うと、戦ったマサト選手、もちろんメジャーですよね、はい、ああいう選手ではなく、はい、三冠を選んでいただいたということは、はい、やはりその今メジャーじゃなくても、魅力がどこかに感じ取っていらっしゃるのかなと思ったんですよ。そうですね、まあ、独特な経歴をお持ちなので、そういった意味では、まあ、お会いしたことないんですけど、認識はないんですけど、面白いお話が聞けるんじゃないかなと思ったんです。現状だとあまりにも寂しくて見ている方がですね、だからその、はい、本当に魅力的な存在なのに世間には伝わらない。今だったら俺はマサト選手にも勝てるんじゃないかと思って今やったらもしかしたらありえます。総合格闘技ルールなら勝てるんですよ。キックボクシングでも勝てるんじゃないかと思ってます。今やったらまあまあなくはない。あり得る。竹原選手、まあ、三冠王の目標としては、はいはいはい、YouTuber としても成り上がりたいので、はい、竹原選手とコラボしたいみたいな、はい、もしくは絡んでいきたいというような欲もあるんですけど、はいはいはい、その辺金尾さんから見てはどう思いますか。どうですかね、むしろ率直な意見で大丈夫です。絡んで面白いのかっていうのはちょっとありません。竹原さんの、僕の竹原さんのチャンネルのイメージがやっぱりこうひたすらヤンキーぶん殴ってる感じなので、鈴木さんは別にヤンキーじゃないですから。そうなんですよね、はい、だからその、三冠王は別にヤンキーも殴りたくはないって実際おっしゃってるんですよ。はいはいはい、あ、同じことやりたくないと。同じことやりたくないんじゃなくて、やたらと関わりたくないっていうんですかね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、なるほどなるほど、うん、ただまあ正直竹原さんと絡みたいのも確かで、なるほど、オファーを渡したんですけど、うん、断られました。あれなんじゃないですか、その鈴木さんのプロレスラーとしてのその力量を生かして、だから僕がもし鈴木さんで竹原さんと絡もうと思ったら、柴田さんみたいにプロレスラー並みのトークを生かして、画面上、おい竹原俺とやれみたいな感じの
コンテンツを出していって煽りまくると 今なら勝てるみたいなこと。わかりました、すごいアドバイスをいただいたので、はい、社長にも伝えて、やっていただきます。大失敗したらすみません。ということで、ここはもう社長の始まりです。ここがそうなんですか、はい、ここです。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、社長をメジャーにしてくださいね。